かの道信完成2年8月16日は、江戸時代中期の竹川町家、後に、小引町家狩の派六代目の絵師である。父はかの古神で、子に、かのこれ信がいる。幼名小三郎、豪派栄川、栄泉院、白玉祭。白玉祭の豪は一羽の雀が道信の部の部屋に飛び込み、置いてあった白玉を、鈴りの中に落として飛び去ったという逸話に由来するという。 わずか2歳で、父、古心と浜町狩りの家から、養子入り仕養父となっていた、受け川原神を相次いで亡くし、以後母,母に育てられる。母妙生には、水戸藩家臣岡部忠平以次家の娘で、この母が、幼少の道信の,の代わりに公務を務めたようだ。官方元年12歳の時、同胞格奥詰めの岡本善一を介して、将軍、徳川義宗にお目見えし、 絵巻を献上する。吉宗は、栄川幼氏といえども、早囚人を越したりと称した上で、自身が名手としたかの単優を超えたければ単優が、学んだ子がに学べ、と指示した。法暦十二年三十三歳で、方言中塚佐教、翌年、奥江氏を仰せつけられ、安永二年には表五石並み二百石取りとなって、竹川長家は、道信の,の代で初めて奥江氏となった。 道信は絵を好んだ、徳川家春の長愛深く、この維新や中橋かの家の英徳高信と共に日々、傍らに仕えたという。安永六年、通常新たな屋敷を廃業すれば、旧来の家屋敷は返却するのが習わしであるのに、従来の竹川町の屋敷はそのままに、小引町に新たな屋敷地838坪を廃業した。以後、時代を遡って、加のな信の家系は、 小引町かの家と呼ばれる。小引町の屋敷は田沼沖継の宮廷を分与されたものであり、ここから道信と沖継は互いに裏門から往来し、沖継の蜜木は常に道信の,の屋敷で図られたという伝承が生まれた。ただその一方で、吉野冊子では松平定信ともご懇意にてと記されている。新宅には田のかの家より大きな画塾が設けられ、 熟成の数も常に後、六十人を下らなかったという。安永九年十二月十八日に法院となり、永泉院を名乗る。同年十一月、翌年の日蓮五百円期と母への法恩のため、日蓮聖人園リ絵巻を、小引町おかりの県の菩提寺である、池上本門寺に奉納した。完成二年、七百九十年心臓御所の、障壁が製作を主導するさなか、 健常障子の死体を完成させた直後亡くなった。この健常障子絵は、道の部と住吉広之の共同制作として記録された。法名は法庫と武器院伝、道の部品名大古事。池上本門寺に残る賢章筆塚には、寡目、真面目、清廉な人柄だったと記されている。門人に、鈴木隆松屋、津山藩御用絵師の彼女水友心、後に、浮世絵師になった。 長文祭秀行などがいる。また、弟子にかの城、経済という絵師がおり、この城、経済の弟子が、経済永世だったという。18世紀半ば、南品派の流入が、景気に、本格的な民間画団が育ち始めると、境外化が進んでいた。仮の派は飽きられ顧客が奪われ始めた。これに、危機感を持った道の部は、漢画の力強い病線を復活させることにより、 弱体化した仮の葉の再建を目指した。こうした試みが将軍の好みと合致したのが道信が長愛を受けた理由であろう。絵画表現においてはややギガに走り、道信の,の意図は完全に成功したとは言いがたい面があるけれども、その意欲や地穂は後の小引き長家の絵師に引き継がれ、小引き長家が幕末まで奥絵師家の中で最も繁栄することとなる。論文。 ありがとうございます。